クリストファー・ダニエル・ブリットンは、アメリカ合衆国、フロリダ州ハリウッド出身の元プロ野球選手。ウトウミギウチ。2001年のドラフトで、ボルチモア・オリオールズから8巡目で指名を受け、プロ入り。この年は、ルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・オリオールズで12試合に登板し、2勝3敗、防御率2.76の成績を残した。2002年は、 ルーキー級キブルーフィールドオリオールズで9試合に登板し3勝0敗防御率4.54の成績を残した2003年は3月に右肘から骨片を取り除く手術を受けたためシーズンを全休した2004年は A 級デルマーバ・ショアバーズで27試合に登板し9勝4敗1セーブ防御率3.75の成績を残した 2005年は A 級フレデリック・キーズで46試合に登板し、6勝、0敗6セーブ、防御率1.60の成績を残した。2006年は4月12日のタンパベイデビルレイズ戦でメジャーデビュー。その後を降格するも5月中旬に最小格し、以降は中継ぎとして定着。最終的にアメリカンリーグの新人としては4位となる52試合に、 当番し、0勝2敗1セーブ6ホールド、防御率3.35を記録。メジャー1年目としては上場の成績を残した。2006年11月12日、ジャレット・ライトとの1対1、プラス400万ドルで、ニューヨーク・ヤンキースにトレード移籍した。2007年は、スコット・プロクターらと共にヤンキース・リリーフ陣の中心を担う存在として期待されたが、 わずか11試合の登板にとどまった。2008年もわずか15試合の登板にとどまり、12月15日に FA となった。2008年12月24日にサンディエゴ・パドレスとマイナー契約を結んだ。2009年は、トリプル a 級ポートランド・ビーバーズで5試合に登板し、防御率9.53、a a 級サンアントニオ・ミッションズで10試合に登板し、 防御率10.80と成績は振るわず、5月26日に自由契約となった。パドレス対談後は、アトランティックリーグのヨークレボリューションと契約。シーズン終了後に対談した。2010年は、アメリカンアソシエーションのリンカーンソルトドックスでプレー2011年は、ノースアメリカンリーグのユマスコーピオンズでプレーこの年限りで現役を引退した。 身長が191センチメートル。体重が127キログラムとかなりの巨漢投手。ありがとうございます。